皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。まずはですね、元旦那さんお誕生日おめでとうございます。イエーイ、ハッピーバースデー。はい、はい、おめでとうございます。おいくつになられたんでしょうかね。今日はですね、元旦那さんの誕生日ということで、前々からねリクエストいただいてました、曲を歌いたいなと思います。その前にですね、台風がね、日本列島を横断してますけども、皆さんのところは大丈夫でしょうか、ね、うちの近所はですねまだなんとか大丈夫そうな感じなんですけども、ぜひですね、水害気をつけてください。風はねそんなに強くないんですけどね、雨が本当に線状降水帯みたいな感じになってますんでね、ぜひ気をつけてください。はい、それでは行ってみましょう。今日の一曲はですね、元旦那さんから、リクエストいただいてました、吉田拓郎さんの、永遠の嘘をついてくれ。行ってみましょう。元旦那さん改めましてお誕生日おめでとうございます。イエイ。ニューヨークは粉雪の中らしい。成田からの便はまだ間に合うだろうか。片っ端から友達に借りまくれば決して行けない場所でもないだろう。ニューヨークぐらいなのに永遠の嘘を聞きたくて、今日もまだこの街で酔っている。永遠の嘘を聞きたくて、今はまだ二人とも旅の途中だと。君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ。永遠の嘘をついてくれ。何もかもあいうえのことだったと言ってくれ。この国を見限ってやるのは俺の方だと、追われながらほざいた友からの手紙には、上海の裏町で病んでいると、見知らん誰かの下手な代筆文字なのに、永遠の嘘をつきたくて、探しには来るなと結んでいる。永遠の嘘をつきたくて、今はまだ僕たちは旅の途中だと。君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ。永遠の嘘をついてくれ、一度は夢を見せてくれた君じゃないか。ついた獣たちは最後の力で牙を剥く、覆っておいてくれと最後の力で嘘をつく。嘘をつけ、永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の代わりに、たとえ繰り返しなぜと尋ねても、振り払え
風のように鮮やかに、人は皆望む答えだけを聞けるまで尋ね続けてしまうものだから、君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、出会わなければよかった人などいないと笑ってくれ、君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、出会わなければよかった人などいないと笑ってくれ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。元旦那さん、いかがだったでしょうか。頑張って覚えました。なんとかね、舌を噛まずに、歌いましたけども、結構ね、何回も歌ったんですけどね、なのでちょっと時間が遅くなっちゃったんですけど、今8時45分ですね。はい、改めまして、お誕生日おめでとうございます。なんかね、調子悪いっていうのをちょっと聞いたんですけども、気持ちだけはね、ハッピーな感じで、1年をね過ごしてほしいなと思います。体は気持ちについてきますから、はい、頑張っていきましょう。はい、おめでとうございます。はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、久しぶりの、今日の一曲ということで、サザンオールスターズミスブランニューデー、歌いましたけども、元旦那さん、いつもありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。谷さん、久々登場、あの人は今かと思いましたよ。サザンで始まるとはさすがですね。2日は期待しちゃいますね。僕の歌が、旦那さんのね、心に届けば嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そしておめでとうございます。そうそう、 KPはい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。やっぱり今日の曲ほっとします。サザンのこの手の曲は心が走り出すようでワクワク。そうなんですよね、ワクワクしますよね。だから初夏に合うかなと思ったんですよね。土曜日は残念ながら行けないんだけど、明日の元旦那さんのリクエスト楽しみにしてますね。頑張って歌ってみました。いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございます。座布団さん、いつもありがとうございます。久しぶりの今日の一曲ありがとうございます。サザンはいいですね。桑田さん、ボーリング、好きなんですよ。そうなんですよ、すごいうまいんですよね。はい、一緒に投げてみたいな。僕はね、もうストレートしか投げれないんでね、もう多分全然ダメですね。言っても130とかそんな感じですよ。難しくなる状況の中で一部屋潰して続けてくれた谷さんの覚悟を応援します。防音室制作の応援射撃、直接応援しましたね。本当にありがとうございます。もう本当にね、力になります。僕はトンちゃんペイトンちゃんペイしましたね。トンちゃんペイですね。はい、ありがとうございました。皆さん教えますよということでね。はい、本当にね、もうありがとうございます。まあ、着々とね計画してますので、はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。昨日もね、スパム扱いのコメントありませんでしたね。はい、ということでね、今日は台風がね通り過ぎるということで、まあ一時ね、風がすごい
強くてね、もう雨が横に降ってた時間帯がありましたけども、皆さんのところは大丈夫でしょうか。ぜひ本当にね、水害気をつけてください。はい、そして明日はですね、横浜アマボルイアス、こちらでですね、我ら T2 ブレス、そして、真根山清隆さん、そして、姫と海賊、この5人で、盛り上げていきたいなと思いますので、お近くの方はですね、もう本当直接来ていただいて構いませんので、ビュッフェ飲み放題となっております。ぜひ皆さんお待ちしてます。はい、ということで、明日はですね、多分早い時間にできるかなと思うので、明日の今日の1曲、できれば早い時間で、やりたいと思います。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。元旦那さんお誕生日おめでとうございます。また明日。